新都市、初めて埼玉でこうライブハウスでライブをするっていうことで、本当にワクワクしています。今日初日、僕たちコードビューのセカンドライブハウスは初日埼玉で、することができて本当に嬉しいです。皆さんぜひお楽しみ。ああ今日は埼玉ライブですね。胸がドキドキです。最初にだから本当に完璧な舞台作りたいんで、一生懸命準備したから問題ないと思います。寂しい気が出るとお茶くんがね、イエス、僕のプリゾンのタイプはこの金箔をよくチョコロ女の子は今から僕の理想のタイプです。それが好きな皆さん、これ練習してください。で、雪せーの、こんにちは、コードビューです。よろしくお願いします。はい、本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。なるか本当に楽しみですね。千葉、千葉、パルザ、よ、パルザ。僕らは今テンション高い。パルザは初めてですよね、ルイさん。そうですね、サモさん。お、ベントがある、ナイス。上にも、お、上にもありますね。今日は千葉だから、千葉の名物お弁当千葉といえば、ラカセじゃないですか。多分ラカセがどこかある。ラカテナイス。はい、特別にルイの髪の毛ちょっと変わりました。スタイル少しウェーブ入れて、もうちょっと大人僕のルイを、皆さんもうすぐ出会うんでちょっと待ってください。ちょっと今までだと本当に優しいルイだったんですけど、今日は男らしい、本当に男前って感じですよね。男らしくて、はい、セクシー、セクシーなライブハウスツアーは皆さんとの距離が近くて、やっぱり、まあ、決まったのはないですよ。皆さんと一緒に作りながら行くなんかライブなんで、皆さんもぜひここを準備して来てください。今日のライブ僕たちも楽しみしてます。セクシールイ、それは気分だ。イケメン、
今日こそみんな気絶するかもしれないです。気をつけてください。いいですね。千葉2日目、コードビの ライブツアー、2日目なんですけど、本当にもう楽しく、皆さんと一緒に盛り上がりたいと思いますんで、もう本当に昨日もよく眠れなかったんです。本当にワクワクして早くやりたいです。違う違う、昨日なんかサムの2匹がうるさくて僕が寝れなかったんだよ。いや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 。はい、でもとりあえず頑張っていってきます。行ってきます。行ってきます。割り調子め、割り調子め、拍手めっすよ。割り調子め。うわー、それは広島だけある電車じゃないですか。あ、そうです、あの路面電車。路面電車、ロマンチックですね。やお、This is 広島。おはようございます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 。いやー、ここは実は去年のファーストライブホッサーの時一回来たことがあります。だから2回目ですよね。いやー、懐かしいですよ。こかなり、どうかしてるぜ、だけ精神的に問題がありますよ。ストレスを受けてる状態。じゃんけんぽー、じゃんけんぽー、バイ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 バラバラバーバラバラバー。じゃあ今精神が回ってます。はい、じゃあアンネムン、負けても負けてもいいっすよ。アンネムンさんで、ガイガイチェック、イエーイ、1位取りました。僕は4パで、あ、4順番でやります。サムさんは3パ。ナイス、サムさん今日調子バッチリです。サムさん、はい、今日サムさんとルイの日です。あざし。みなさんメイクアセヨ、コンジャラダッチャ、コンジャラダッチャ、コンジャラダッチャ、ヘアメイク終わりました。コンジャラダッチャ、コンジャラダッチャ、コンジャラダッチャ、もうすぐでリアスタル始まりますんで、少々お待ちください。もうPC であると思う。新しい子供の挨拶が。こちら子供です。ここ子供チームで初めて披露したいと思います。お願いします。じゃあ、せーの。こんにちは、子供です。うっ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 すうっすうっすでは、あんなもん。サムヤン、今日は発表。はい、です。
構リアルな学びですね。はい、これファンの方がやってくれました。そうだね。いや本当にありがたいですね。これ作ってくださったファンのお名前をちょっと知りたいですね。三色じゃないの？三色だこれは。お会いするときに、ちょっと笑顔でお会いしたいと思います。でこれやばいか。働いた時本物じゃないですか。これはしょっちゅう見ますよ。僕とサンは同じ部屋なんで、なんか3日間ぐらいスケジュールがなかったらこういう風になるんですよ、サンさん。なんか他の写真でもよろしくお願いいたします。こんにちは。今日広島で特別にルイが直接このコード V のグッズ売る日です。こっち見たらタオルが、今までイエローはなかったのに今回のタオルはこれ、ね、黄色ですね。本当に綺麗な色、これ買ってください。そしてやっぱりグッズといえば缶バッジじゃないですか。今回の缶バッジは特別に全国中国箇所のなんか個性を入れて缶バッジ作ったので、皆さんたくさん買ってください。さっき、まあ、この今回はボックス自分が好きなメンバーを選んで缶バッジ買いますよ。僕はこう僕が好きなソルの缶バッジ買ってみます。じゃあイケメンソル出て、いやイケメンソル出た、うわイケメン、うわ半端ないっす、かわいいっすね。では今回は次はナロー、ナローの写真もちょっと見ましょう。じゃあナローの、じゃじゃん、うわー金缶バッジが出ました。いやすごい、これ撮ったらみんな本当にいいプレゼントがありますよ。冷蔵庫とか車とか家とかみんなが欲しいものが本当にプレゼントであげるんで、皆さんぜひぜひ撮ってください。イッツボックスで何個ぐらい入ってますか？1個、ルイ、ルイは2個ですよ。ルイは2個だからルイの缶バッジたくさん買ってください。まあ今回もそうだし、これ缶バッジじゃなくても本当にバンドとかタオルとかいろんな口があるから、皆さんぜひ買ってください。ではそれでは今から靴売ってます。みんないらっしゃい、カモン、みんなカモン、みんな売ってますよ。ルイが直接売ってますよ。カモンカモン、どこに来た、早く来て。どうしよう、カモンかかって、たくさんありますよ、ね、かわいい、かわいいじゃないですか。我が名はソルタド、おぬしも悪いよな。あ、おはようございます。岡山では初めてのライブ、本当にワクワクしますね。今日のご当地缶バッジには特別に、これはゴジャルンバジャムライさんじゃないんですよ。これは桃太郎ちゃん、私のことは嫌いになっても桃のことは嫌いにならないでください。桃太郎、いやこれ知らないんですか？超有名な話なのに。本当につまんなさすぎてせんべいが食べたくなる。お主も悪いものだ。
当たりなの。サプライズプレゼントミラクルに行きましょう。はい。あふれます。裏を見たらサインとかメッセージとか書いてあるのもあると思うんで。ぜひ皆さん当たるよ、当たりますよ。今日のライブもいつもの通りみんなで一つになって一番最高なライブにしたいんです。もうフォトブーは準備 OK なんで、岡山の皆さんは準備 OK ですか？じゃあそれでは本番いきます。いくぞ。岡山初めて子供のワンマンライブだから、もうちょっともうちょっとうまくやりたいですね。最初から最後まで緊張を忘れないで、緊張感を持って一生懸命心込めて歌いますので、皆さん楽しみにしてください。頑張ります。その後はい、もう4回目のライブなんですけれども、今日も最後まで熱いライブにしたいんで、皆さん最後まで俺についてこい。皆さんが笑顔になれるような、本当に盛り上がれる楽しいライブにしたいんで、皆さんぜひ楽しみにしていてください。一生懸命踊って歌って僕たちの全ての魅力を感じられるようなライブにしたいんで、最後までよろしくお願いします。いってきます。メンバーみんなのパラフィングでバイバイ。さあ、島さん、会場の皆さんも聞いてみてください。